こちらは1年後の未来です。その声は9月に始まった。ある日、未来からの声を聞いたしおり。あ、小説家志望の隣人平野に出会う。信じられないと思うんですけど、本当にそこから。信じますよ、僕は。あなたに危険が迫っている。何今の。家にいらっしゃるなんて本当に良かったですよ。強盗殺人で逃走中の犯人だったんです。私の命を救ったのは未来からの声でした。でもこのまま生き続けていると、歴史の流れを守ろうとする力が働いて存在ごと消し去られてしまう。え、大丈夫です、僕も一緒に探します。物語が僕を拒んだって誰か。タイムリミットは来年9月27日です。何が起こったとしても自分の気持ちに正直に生きたい。あなたは死んでしまうんだ。信じてください。来年も再来年も絶対誕生日は来ます。一途な思いに涙する、365日の切ない恋。恋するよ。9月の恋と出会うまで。